こんにちは、ね、気になってるんだね、この人。すごいよ。はい、皆さんこんにちは。ナルクルナイサーのお時間になりました。私、パーソナリティを務めております、中曽根美雪と申します。今回で3回目の、ナンクルナイサーのお時間になっていますが、ナンクルナイサーの由来はですね、私が作っております情報誌ナンクルナイサーというのがありまして、フリーペーパーなんですけども、本土と沖縄をつなぐ情報誌として、発信しております。本土の良さだったり、まあ、沖縄の良さをミックスした雑誌となっております。また引き続きですね、シュガーケイソのミキさんと一緒に、お話しさせていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。先にですね、私 の告知から先にさせていただきたいんですけども、4月の22日土曜日にですね、着物ジャックという、ですね、チャタンでイベントがあります。これの私カメラマンとして、行くんですけども、フラッシュモブというのを皆さんご存知かと思いますが、一気に集まって踊るっていうのがフラッシュモブであるんですけども、今回のイベントはですね、着物を着て、集合して、で私が写真撮って、で散って、でまた2回目集合写真撮ってまた散ってという、フラッシュモブと着物をドッキングした着物ジャックというのがあります。すごいよね、はい、すごいイベントだなと思ったんですけど、で企画者が京都の方とのことで、以前東京で開催した時は100人余り来たそうなんですね。で今回も何人来るかわからないという読めないイベントではあるんですけども、まあ着物を着ている方がちょこちょこいたら、この人たちは着物ジャックに参加するのかなっていう、はい、まあ、それも踏まえて写真撮ってっていう、うんうん、私もその当日走りやすい着物 の格好でカメラ持って、撮影させていただきますの で集合場所がですね、チャタンの方になってますので、皆さん一気に集合して一気に去っていきましょうというイベントです。面白いよね。、はい、それに私がカメラマンで入らさせていただきますので。ディナーは、ディナーの方はですね、またこれ夜はまた別企画者なんですよ。あ、別企画なんだ。一緒じゃないんだ。一緒じゃないんですよ。ディナーの方は、6時からポートレートを私が撮って、7時からディナーが開始なんですけども、はいはい、グランメールホテルに行って、着物を着て、一緒にディナーをたしなむ会をしましょうということで。すごいね。はい、こちらはまた別企画になります。別企画なんですね。はい、これはもう私が、撮影で入らさせていただきますので、こちらは私、はい、スーツで行きます。あ、なるほどですね。一回着替えていきますので、はい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 、あ、じゃあ別の日でもあるんですよね。同じ日なんですよ。同じ日か、はい、昼間はこの着物ジャック、夜はその着物で、ディナーという企画で
はいはいはい、行きます。じゃあこの、美浜の方のイベントというのは、はい、参加費は参加無料です、はい、もうパッと来てパッと去りましょうと。でこの写真は何で使われるかというと、この着物ジャックっていう、ホームページに使われるものなので、はい、じゃあチェックできるんだ。そうなんですよ。その時にちょっと、面白いなと思ったのはコスプレかコスプレゴスペルと今だけ混ざってた、まあ、ゴスペルと間違ってましたコスプレの人たちのイベントがあるみたいなんですよ、このチャタンで同じこの日に、はい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 、で自分なんかも着物着るじゃないですか、コスプレの人たちと間違えられないかなっていうことあるんですけど、まあ、異様なこのコスプレを背景に着物撮るのも面白いかなと思って。面白いと思う、はい、でビックスで、はい、それをちょっと狙ってるつもりなんですけど私も楽しそうですね、うん、隣同士であるみたいですこのイベントが。おはい、ちょっと楽しみにしながらこの着物ジャックに参加しようかなと思っております。もうあのパッと去ってパッとやるあれだからね、意外に面白い企画になるのかなと思ってます、面白いと思う、はい、で当日私も着物着てるんで、あの着物着ながら走ってると思いますので、あのカメラマンって呼んでくれれば写真撮影しますので呼んでいただければいいなと思います、はい、であとディナーで、あの着物は、予約が必要になってきますので、あのディナーを食べながらということで、ディナーの予約があるので、ヨギナオさんという方が、主催者で、Facebook でヨギナオで、検索してもらえれば、連絡がはい、つながると思います。また私宛ての中曽根頭でに連絡いただければと思います、連絡先がですね0907494-7855になります、0907494-7855になります。引き続き、シュガーケースのミキさんと一緒に、お話しさせていただきたいと思います、はい、はい、あっという間にもう4月の17日で、もうそろそろでゴールデンウィークが入ってきますが、ゴールデンウィークの予定はありますか？そうよね、私、はい、ないでもう毎年代で、あ、そうなんですね、お休みなさいってあれですかね。そうだね、気がついたらもうなんかね、はい、明日から明日までだね休みみたいな。そうなんですよ、っていう感じで、はい、まあ、やっぱりあっという間に終わってしまうので、はい、でもどこ行ってもなんか混んでるからね。そうなんですよ、ゴールデンウィークに限って混むから、行ってもなんか、ね、そうそうそう、人ばっかりで、はい、なんか面白さが伝わらないというか、私もそうなんですよね。ゴールデンウィークは何らかしらで仕事をしてて気づいたら終わってるんですよそっか、はい、うちはあの子供たちがいるから、はい、あのどっか連れてけ連れてけって言うので、はい、まあ、彼女たちのリクエストのところ、はい、もう極力行くようにはしてますけど、今年はまたどこに行きたいっていうのはないので、はい、去年は多分あの映画は見に行ったかなぐらいですよね。3年前が伊江島行ってるんですよ、うちの親連れて行って、うんうん、あの伊江島に行って、はいはいはい、で一緒に山登ったんですけど、タッチュ、はい、すごい、伊江島タッチュ登って、で戻ってきて、伊江島タッチュって私まだ登ったことないんですけど、はい、あ、行ったことはあるんですけど伊江島自体には、はい、タッチュ登ったこと大変よって、いや、もう意外に15分ぐらいで登れます。15分も行かないぐらいで、はい、短いって思いました。なんか、あ、意外にこんなもんなんだみたいな。あ、だそうなんだ、はい、大変だよって聞いたから、あの富士山登ってるんで、あの平気でしたなるほどだね、5年連続あの富士山登ってるから、大変だねって言った人で基準だからね、はい、そっかそっか、はい、あ、富士山も登ったんだ。富士山はね、あの、一番最後に登った5回目の時に大嵐だったんですよ。あ、で雪がガーって降って、はいはい、で自分生きた心地がしなかったの、あの時5回目登った時が一番すごくて、うんうん、嵐で初めて飛びました、うん、人間って飛ぶんだ風でって思いました飛んだんですよ。でゴロゴロゴロって滑ってって、うん、でもう心臓ドキドキして周り人いないし、うん、だもうみんなも転がっていってるんですよ周りが怖い、本当あの時怖かったです、うん、もうとりあえず慎重にゆっくりゆっくり行こうと思って、その転がった時に足やられてしまって、うん、で左足引きずりながら降りていったんですけど、怖い。そうなんだ、大変でした。あの時もだね、それに比べたら飯島は飯島も楽でした余裕だ余裕でしたね、あっという間に登れたみたいな。あ、そっか、はい、でその後にあの、中内立地だったかな、名前が確か、うん、海藻の入地があるんですよ、はいはい、あの江島の独特な名物があって、うんうん、でそれも初めて食べて、そこでしか取れない海藻があるんですよ。へえ、うん、あれも美味しかったですね。あの自分が海藻の炒め物、あ、そうです、海藻の炒め物があって、でナンクルナイサーでもあの、記事書いたんですけど、うんうんうん、あまりにも珍しかったんで、へえ、はい、あれは美味しかったですよ。海藻だからやっぱり緑、
いや、いろんな色ありました。赤から何から混ざってて。そうなんだ。普通も、あ、もしかしたらなんかサラダで食べるやつ、あ、ではないか。あれではないんですよ。あれとはまたちょっと違う独特な形をしてたので、で 味が違ってました。海藻なんだけど、海藻っぽい味ではなかったので、野菜でした、味は。面白い、はい、へえ、そうなんだ。もうあれも食べたし、もう海の料理は美味しかったですね、うん、あの魚系をあのメインで食べて、はいはい、あとはピーナッツが多かったです。あ、で、はい、いい島で、はい、ピーナッツ、ね、ピーナッツ有名なので、うんうんうん、はい、今年は行きたいところがあってですね、ちょっとゴールデンウィークは行けないと思うので、伊平屋とあの伊是名にちょっと行きたいなと思って。お、はい、なんかあるんだよ、伊平屋島の観光協会の人が知り合いがいて、うん、ずっと伊平屋島の良さを、伊是名もあの高校の同級生がそこはもともと出身なんですけど、はいはい、よく聞くんですよ、伊是名と伊平屋を、うんうん、綺麗だよって言ってか、まだ一度も訪れたことがないので、一度行きたいなと思って、私も行ったことない、結構海めちゃくちゃ綺麗みたいですよ。じゃあミクさんが行くときに、はい、私も夏休みぐらいに行こうかなと思ってます、はい、ぜひぜひ誘ってください、はいはい、うん、みんなで行って、なんかあそこ民宿がメインでほとんどあるみたいなんですけど、前まではの民宿じゃなくて公民館で泊まるんだよってみんなに言われてえ、そうなのって言ったけど、今もちょっと泊まるとこがどんどんできたみたいなんですけどすごい、公民館で泊まれるんだ、はい、シャワーがついてたみたいです。あ、自分もびっくりして、あ、そうなんだと思って、うんうんうん、え、今は泊まるとこあるけど、はいはいはい、うん、当時はなかった時は公民館で泊まってたみたいですでもいいね、はい、公民館で、公民館でなんかすごい、なんか普通のなんかこの町ってあのちっちゃいこの村って感じでなんかいいなと思って、うんうんうん、面白い、のんびりするのにちょうどいいかなと思って、うんうんうん、行きたいですね、何も考えずにぼーっと海でプカプカ浮きたいですねもうなんか現実逃避というか、うん、それのために何も考えないでね、はい、うん、行きたいところが今伊平屋か伊是名に行きたいです、うん、はい、すごい。あともう一つ行きたいところがあってですね、いいですね、黒島と赤島に行きたいです。赤島はダイビングスポットで有名じゃないですか、はい、あ、そうですそうです、ま、昔あのマリリンに会いたいのあれであって、小学校の時に一回行ってはいるんですけど、はいはい、大人になってから行ったことないんで、ちょっと大人になってからの視点で見たいんですよ。おお、なるほどね、はい、黒島は私も行ったことないです。黒島も行ってみたいなと思って、うん、はい、あんまり人が行かないようなところに行きたいですよねそうするとほら静かじゃないですか、うん、イラブがいるところは何だった？あれで宮古島 あれはイラブですよね、あのヘビのイラブの燻製を作ってるところがあるじゃない、はい、あ、どこでしたっけ、あれはイラブか、あれイラブ、そのままじゃないですかね多分イラブだと思いますよ。はい、宮古も行ったことないな、まだ宮古はあの橋つながってから、この間去年か2月行ってきたんですけど、うんうんうん、すごく良かったです。でみんな今、はい、宮古あのなんていうの、観光客すごく多くなったけど、はい、本当に降りないでそのままも、はい、そうですそうです、宮古に飛ぶっていう、もうあの、ね、橋がつながってるんで、ね、そこの橋から見えるこの海も絶景なんで、うんうん、あのレンタカー借りてみんなで行ったんですけど、はいはいはい、みんなってか2人だけだったんですけど、はいはいはい、2人で行ったんですけどいや面白かったですよ。でたまたま飲みに行って、あのこの子があの宮古島に友達たくさんいたもんだから、一緒に飲んだ人たちがたまたま自分と学校が一緒だった人が3人いたんですよ、うんうん、はい、同じ大学で同じアパートに住んでたっていうでも知らないっていう狭いねみたいな、うん、2階と5階の違いでしたね。へー、で分からなかったわけ、分からなかったです、県人会にも入ってなかったみたいで、うんうんうん、だから、あ、自分はあの県人会となぜか宮古県人会にも一緒に参加してたんですけどでも会ったことなかったんですよ、その人たち。ああ、そうだった、はい、狭いねっていう話になって、まあ、沖縄が狭いのか、うん、世間が狭いのかよく分かんないんですけどでもよく思うのが、はい、や、誰かとやっぱり何かつながってるよねって、はい、お客さんもそうなんですけど、はい、例えばこ私は今年はいろんなあのまあセミナーに行って、はい、まあ、自分を磨こうっていうので、はい、うん、まあ、メンタル系であったりとか、はい、まあ、いろんなのをまあ受けに行ってるんですけど、はい、で行ったらそこにあのいる講師の方が、はい、うちのシュガーケースのお客さんのすごく仲が良い友達だったとかね、なんか本当に狭いですよね、うん、で聞いたら、うん、あ、自分職業はこういう仕事をしてるんです、うん、今って話したら、え、じゃあ何々ちゃんって知ってますってなって、この続きは CM の後で聞きましょう、はい、はい、一旦 CM で。何々ちゃんって言う次続きで、ね、やっぱり狭いよね狭い。
みんな言った後での続きで聞くか。はい、話途中になってしまいましたが世の中狭いねっていうことでセミナーの後での話から続きを聞きましょうか。なので、はい、あの私がセミナーに参加して、はい、でその講師の方と、はい、まあ、セミナー終わってからのお話の中で、はい、あの職業の話とかをしていて、はい、こういう、まあ、ことをしてるんですって話をしたら、はい、なんか聞いたことあるって、はい、私多分その商品も飲んでますとか、はい、で、はい、何々ちゃん知ってますかって言って、はい、うちのお客さんとすごく仲が良かったりとか、はい、でいろんな、なんかね、つながりがやっぱり出てくるんですよ、はいはい、だから全く誰も知らないはずだって思っていくセミナーでも、はい、必ずなんかどっかでつながってて、誰かしら繋がってますよね、そうっていうのがあって、はい、沖美樹さんがさっき言ったみたいに、はい、沖縄が狭いのか、はい、世間が狭いのかでも私は日本も狭いと思います。日本で私 たまたまこの大阪で営業やってた時に、うん、広島に営業行くことがあって営業行きました、はい、そこにいたこ の, あの自分リーダーさんのところに行ってそこから一緒に美容室回ってたんですけど、うんうんうん、そこにいた人が同じ沖縄の人が一人いたんですよ、はいはい、で話聞いてたらどうやらなんか高校同じような感じがしてきて、うん、聞いたらあの2つ上の先輩だったんですよ、同じ高校の、自分が1年の時に3年生だった人で、はいはいはい、高校一緒みたいなでって言ったら、うん、私なんかも高 校, あそう高校一緒なんですよ、で先輩後輩先輩後輩なんですよびっくりしたね、狭いなと思って、今日知ってね、はい、そしてミキさんのお姉さんも同じ高校なんですよ、ね、それも受けると電卓の話から、はい、ってね、もう狭すぎますね、うん、はい、もういやだからこう世間が狭いとかあの沖縄が狭いんじゃなくて日本が狭いんだと思います。なるほどです、はいはい、もう受けますね。だからあんまり悪いことはできないなっていう、悪いことはしないですけど、うん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 、あまりいい噂、良くない噂っていうのはすぐ広がりますからね、はいはい、もう田舎あるあるで、そう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 、翌日でみんな知ってるという、知ってるっていう、これがもう避けたいパターンですよね、うんうんうん、もうこれ気をつけようっていう、うん、でも気づいたらでもあっという間ですね、この30分30分っていうのはちょっと早いなっていうぐらい、とっても早いと思います、はい、あの急スピードに終わっていくんですけど、さっきあの15分あの喋ってる時にこのやり取りしてる時にあっち の, あの時計を見ながらこの CM の, あのバランスを見てるんですけど、うん、なんかもうさっきの話の続きやってるのに、あ、もう終わってしまうっていうこのねあれがねびっくりですね、本当に早いと、はい、あの1時間喋ってたのを30分短縮するっていうのは、はい、すごい、あのそうですね、うん、もうこんなに短いもんだったんだ、来週の頭にキセさんが入ると、はい、もうすごい もっとあっという間ですよねそうそうそう、だから早くキセさんの復活してもらってこの占いが早く聞きたくて、ね、はい、もう5月の占い皆さん楽しみにしていただきたいなと思うんですけど、ね、そうですね、もう早く復活してほしいなということで、うん、はいはい、でね、5月過ぎればすぐ6月来るんで、6月来たらもう私誕生日付きで、ミキさんも6月ですよね、はい、6月ですね、はい、同じ誕生日付きなので、うん、はい、気をつけましょうね、はい、誕生日付きなんか起こるらしいですから、マジですか、6月最後なんですよ、30日なんで、あそうか、はい、6月30日なんですね、はいはいはい、マイク・タイソンと同じ誕生日なんですよ、おおすごいなんとマイク・タイソンだね、はい、そうです、よくあの1日遅く生まれていたら7月1日だったアカシアさんまと一緒だったんでだからこんなに喋るのかなと思って口から生まれたってよくちっちゃい時から言われてたんででも弾丸だよね、弾丸に喋りますね、すごいと思う、だって何も準備しないし、そうなんですよ、私紙も準備しなくて思い立ったら喋るみたいな感じなんでもうすごいと思う、私なんか準備しても、なんか良いバッタンだなと思いながら、うん、隣で見てたんですけどいや準備しない、美雪さんの方すごいなと思って私は見てますけど途中での話してる時にたまに忘れる時があるんですけどあなんて話してたっけなんで、違う違う違う、紙見てても忘れるってどこだっけだから
か紙、まあ、準備して、はい、ほら、はい、内容いろいろ書いてるけど、はい、で終わってみたら半分も言ってないとかね。ああ分かりますっていうのも、ね、はい、もう率直ですよ。もうこれがあるあるなんで、もうだから自分は前もあの FM 読みた、今も FM 読みたんで同じ番組でナンクルナイサーでやってるんですけど、うんうん、あの時はちゃんと紙に書いてたんですよ。でも読んでるこの場所がちぐはぐに書いてあったからどこ読んでるか分からないからそれで自分紙置くのやめたんですよ。でも、はい、置かなくて行った方が本当いいじゃないですか。もう普通にユンタクみたいな感じでこのやり取りでやっていった方が、うん、早いかもと思って、うん、ね、はい、それができたら一番いいなと思います。私なんかもう、はい、ね、やっとね1年、はい、7月ですから、去年の4月からスタートしてるので、はい、やっと1年目なんですよね。じゃあちょうど1周年記念ですね。ちょっとまあ前よりは喋れるようになったかなぐらいなんですけど、はい、うん、まだまだねあれですよ。これからですね、うん、はい。でも自分もこうなんかこの FMM ターンでまあ3ヶ月間は研修があって一人でずっと喋らないといけなかったんですけど、その時はもう話すネタがどんどんなくなってきて1時間一人でずっと喋るから大変だったんですよどうしよう今度のネタどうしようみたいな。で3ヶ月はもう決まりだったんで、これすごいですよね。もうゲストも呼べなかったから、ゲストも呼べないし、はい、一人で喋らないといけないんですよね、はい、で、はい、何ミキサーもしないといけない。そうです。でも結構大変 でミキサーやってると喋ってるの忘れて、あいやいやいやみたいな感じで最初は失敗も多かったんですけど、まあこれがあったからなんとかいけたかなって。今はほら FM 技能さんもミキサーやってくれる方がいらっしゃるんで、喋るに集中できますけど、あっちも喋りが集中できないんですよ。曲かけないといけないし、そうそうそう、ね、タイミング見ないといけないし、見ないといけないしっていう、この慌ただしいこの時間がすごい流れて1時間がまあ、長いっちゃ長かったんだけど、うんうん、あっという間といえばあっという間には3ヶ月終わったんですけど、はいはいはい、今でもよく3ヶ月一人でよく喋れたなと思うんですけど、うん、でもみんななんですよ、みんな、うんうんうん、みんな最初は一人からスタートっていうのがもう決まりで、はい、みんなあたふたしてましたよ、これがだと思うだ研修が最初あって、うん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 、2、2回ぐらいはあのついてくれるんですけど、3回目かも完全に一人なんですよ。へえ、もう必死こいて覚えないといけないでもプロになりますね。もう、うん、今でもこう、休みがちなんで、その時に出張が多かったりするから、うんうんうん、であのあそこは収録ができないんですよ。なるほど。生放送だけなんで、はいはい、たまにあの忘れる時ありますよ、右左なんかあいやいやいやみたいな今でもあるんで、はい、やばいなと思って、うん、はい、思ってますけど、まあ、これも慣れかなと思ってですよね、はい、もう習慣慣れですね、はい、習慣と慣れですよ、うんうん、まあ、1週間に1回だからね、1週間経っただけでも忘れちゃうんで、はい、また来週もね、話すネタをどうしようかなと思ってますけど、来週は私がですね愛媛県に行ってるので月曜日ちょっとお休みをしないといけないんですが、うん、木瀬さんがですね復活していただければこのね1時間なんとかね、うん、やっていただけるかなと思ったんですけど、収録しましょうよ。あ、収録しますか、うん、その方がいいかもしれないですね、うんうんうん、はい、はいはい、じゃあ収録して来週は収録でお届けしたいと思います。お届けしたいと思います何がありますかね、また来週のネタも考えないといけないなと思って、うんうんうん、あ、忘れてました私、宣伝もう一個あるんですよ、あの思い立ったらまた言うタイプなんですけど、4月の23日の、日曜日に、初心者コースの、講座が開講だったんですけど、これが日にち変更になりまして、4月の30日からスタートになります。30日、はい、30日の10時から12時が、うん、初心者コースの写真講座が、12回全部で3ヶ月ちょいぐらいですね、スタートしますので、一眼レフが眠っているとか、まあ、コンパクトカメラの使い方がわからない方とかいらっしゃいましたら、うんうんうん、この講座を受けてみてはいかがかなと思っております、最初の基礎から、撮影の仕方まで、うん、まあ、商品の撮影もちょこっとだけ教えますので、人物の撮影撮りまで教えるので、興味がある方は、スタジオビフォーラックで探していただくか、もしくは私宛にご連絡いただければと思います。はい、こちらが宣伝ですね。4月22日と30日の、宣伝でした。はい、で、5月の13日からですね、子ども社長クリエイタースクールはですね、糸満の方でも開催することになりまして、糸満の西崎児童センターにて、5月の13日の10時から12時土曜日ですねからスタートします。こちらも、募集が西崎児童センターに問い合わせいただくか、もしくは私宛に、問い合わせください。こちら何するところかと言いますと、7歳から15歳の子どもたちに一人一本の映画を作るという映画学校ではあるんですけども、西崎の方では、カリキュラムを半分にしまして、スタートさせていただきます。で、
宜野湾港では6月からスタートになりますので、またおいおいまた宣伝させていただきます、はい、よろしくお願いいたします、ね、楽しみですね、はい、トヨタスクールね、はい、そうですね、はい、どん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 まあ広がっていってもらって、まあ、いろんな、ね、子どもたちのクリエイターがどんどん触れていったらいいなという思いで、またね国連でもね、はい、あの表彰、はい、ね、はい、もう2回目は今度は受賞できるように全作品全部受賞したいですね。前回は3作品だけだったので、まあ3作品でもすごいことではあるんですけど、全作品をちょっと賞を取りたいなっていうのはあるので、頑張っていきたいなと思ってます。はいはい、ぜひね、私もあのニューヨークに行きます、一緒に、はい、行く時期がですね、9月の、ま、中旬にの、募集締め切って10月に発表があるので、行くとしたら10月末か11月の初めにこの国連で受賞式があるんですね。去年がそうだったので、ですよね、はい、いや皆さんも一緒に、お子さんがいらっしゃる方、あの興味がある方は問い合わせいただければ、このスクールの内容を、説明させていただきますので、来週はちょっと私休みなので、収録でまた、お会いすることを楽しみにしております。ではまた来週、なんくるないさーでした。タイムラインにめまいがするって書いてある。タイムライン？タイムラインに。今日みんなやられてる。今日なんか具合悪くなる人が増えてる。